世界へ。私もそろそろ限界だ。引くぞお前ら。では、この子を頼む。早く行け。この星の敵生体データを更新。スーツダメージ損傷警備修復開始。もう二度と間違いを繰り返さぬために、悪は私が全て滅ぼす。それが我が使命。ブラーン。ネクロ様、なんで撤退なんかしたんですブラ。そうですブラ、奴らを倒すチャンスだったですブラ。あいつまさかこんなところで会うなんてな。感動の再会ってやつだ。感動の再会。あの黒いスタージャンを知ってるんですかブラ。知ってるも何も、あいつがボックンがブラックスターのソースになったきっかけの相手だもん。それは誠ですかブラ。はい。その辺もう少し詳しく聞かせてほしいブラ。はい。自分もソースになりたいブラ。あっ、あっ、専門外だっつ。絶対偉くなったら僕のことをこき使ったら全員アゴで使ってやっかった。うわ、プリズムスターとかどっかその辺に落ちてねえか。なことよりもブラックスターじゃんだよな。いた。うわ、なんかボロボロじゃねえか。あれ、今ここであの大物やっちゃえば僕のお手柄ってことは。うお、来た大チャンス。貴様らブラックスターの残党、ちょっと待ってろ。こいつはもう戦えねえぞ。やるぞレンガット、ちゃんと取ってろよ。ネクラ様かっこいい。取れた。最高ブラ。こんだけやれば十分だろ。ていうかこっちもそろそろ限界だ。引くぞお前ら。ブラブラ。
それだけブラ？はい。そんなことで総帥とか慣れちゃったブラ？はい。すっげえ頼もたブラね。まあほらこれもさ運命ってやつ。ブラ。でもあれって絶対ブラックスターじゃんだよな。まさか生きてたとはな。しかもなんか雰囲気変わってやがんし。まだ痛むの？大丈夫だよこれくらい。まだ治ってなかったのねこの方。ブラ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 。やめろ君たち。警察を呼ぶぞ。なんだお前。レンガと片付けて。ブラ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 。大丈夫？しっかりして。逃げるんだ。こっち。レンガット。ケン、至急心イヤースーツを緊急生命維持モードで彼に転送して、H の後続、月影光の名において命じます。分かったぜ光、心イヤースーツ、緊急生命維持モードで転送。なるほどね。タイガちゃん、逃げて。回避が困難と判断。緊急迎撃行動に行こう。うぇぇぇぇ。ああ、めんどくせぇ。帰っか。お前らちゃんと帰ってこいよ。ブラ、ブラ、ブラ。生命維持モード継続。全く無茶をして。でもよかった、間に合って。もう大丈夫よ。僕、どうしてこんな姿を。ごめんなさい。あの怪我からあなたを救うにはこうするしかなかったのよ。でもしばらくこのスーツを着ていれば傷も癒えるはずよ。君は誰？え？僕は一体どうしてここに。あれ、何も思い出せない。僕は誰だ、わからない。あなた、怪我の衝撃で記憶が？わからない。わからない。安心して。大丈夫よ。私がついてるわ。私が、あなたの記憶も見つけてあげるから。僕は一体、誰なんだ！青いのも H のスーツなの？名前はタイガちゃん。スタージャンと同じ H の最新技術で作られた戦闘用スーツです。その所持者は月影光様となっています。その人、さっきの人？私のいとこよ。少し前から行方知れずだったのにどうして横浜に。雫姫様、 H より通信が入っています。おつなぎしますか？やっぱりもう伝わってたか。タイガちゃんか。ごめんなさい、私をかばってこんな怪我までさせてしまって。それにあなたの人生をめちゃくちゃにしてしまったかもしれないのに。そんなことはないよ。僕も光に助けられた。僕は君がいなければ何もできないし、何もわからない。自分の名前以外の記憶がないんだから。でもめぐる、でも一つだけはっきりとわかることがある。それは僕が君のことを守りたいと思っていること。この力で